皆さんこんにちは。音質改善マル秘大作戦オーディオ入門です。今回で11回目になります。この動画はオーディオホームシアターの音質を簡単に改善できる方法を順次紹介していく内容となっています。今回は前回の瞑想電流の除去に関しての補足になります。それと具体的な作業方法です。一つにまとめると長くなるので2回に分けました。前回では酸化膜と瞑想電流の影響を受けて一見するとちょうど良くなっているように聞こえる音に対する酸化膜の除去の話と瞑想電流の除去の話をしました。これらの対策をすることで皆さんのシステムの音もクリアな臨場感のある音に仕上がります。どちらかというとクールな音に仕上がります。音の好みは人それぞれです。またこういうことに関する考え方も人それぞれです。何か違うなとお感じの方はどうか聞き流してください。対策後の音は今までにおそらく皆さんが聞いたことのないようなクリアで臨場感のある音に仕上がりますが、今のところはクールな感じになります。ただこれからノイズ振動電磁波対策を進めていくと音はぐっと落ち着いてさらにいい感じに仕上がります。でも現時点ではそれらの対策はまだされていません。クールな音があまり好きではない方は現状維持の方がいいかもしれません。温かい感じの音が好きな方もそうですね。また今回推奨している対策を一度試してみて、やはり聞き慣れた以前の音がいいと感じた場合は即戻すことができます。トライガードは外せばいいんですよね。酸化膜もすぐに新しいものが張り出しますので、1ヶ月もすれば以前のような音にだいたい戻ります。 2,3 ヶ月も経てばほぼいじったことがわからないくらいに音は戻ります。安心してください。音の好みは人それぞれですから、ご自分で判断していただければいいんですよね。逆に今回の対策での改善後の音が気に入った場合ですよね。音質の維持管理ですね。酸化膜はすぐに新しいものができて日に日に厚みを増していきます。1ヶ月か2ヶ月おきに1箇所か2箇所ですね、酸化膜の除去をしていけば簡単に維持できます。コンセント、インレット、ライン、スピーカーとローテーションしていけばいいんですよね。ただ全ての接点を一度に酸化膜の除去をするのはさすがに音が急に変わります。それはやめた方がいいと思います。またご自分なりに考えてローテーションさせればいいんですよね。それでは具体的な作業方法になります。まずピアオーディオからお話しします。一度に全てに手をつけるのは絶対やめてください。対策のどこが足りなくてどこがやりすぎなのか全然わかりません。面倒くさいんですが、一箇所ずつ対策をして音の様子を見て調整しながら仕上げてください。まずアンプの電源ケーブルを仕上げてください。次にプレイヤーの電源ケーブルを仕上げてください。次にラインケーブルを仕上げてください。次にスピーカーケーブルを仕上げてください。すべてが終わったらご自分なりに微調整をしてください。このように面倒くさいんですが、一箇所ずつ対策をしていってください。でもこのようにした方が結果的には早く仕上がります。これだけは注意してください。次にホームシアターになります。AV アンプ、プレイヤーの電源ケーブル、そしてラインケーブルまではピアオーディオと同じようにしてください。それでスピーカーですよね。本数が多いので注意が必要だと思います。5、6本のスピーカーに一度に手をつけるとおそらく何が何だかわからなくなってしまうと思うんですよね。ということでまずはフロントの2本を仕上げてください。次に後ろの2本を仕上げてください。次にセンターを仕上げてください。最後に全てを鳴らしながらご自分で微調整してください。少し面倒くさいですがこの方が同様に早く仕上がると思われます。ホームシアターの場合ピュアオーディオとは違い、音源に効果音とか爆発音とかが多く含まれますので、それらが聞きやすくなった上でさらに臨場感が良くなると思われます。以上このように酸化膜の除去とトライガードの巻きつける量を決める際は注意していただいた方がいいですね。このようにした方がきっと皆さんも楽なはずです。それと
ホームシアターに関してはもう一つお話があります。オーディオ入門1回目でスピーカーの音出しはヨドバシではなくオーディオ専門店でぜひ聞いてくださいとお話ししました。しかしこれはピアオーディオに限っての話です。ホームシアターに関してはヨドバシでも立派にセッティングしたスペースがあります。私の言葉が足りなかったのでここで付け加えさせていただきます。それでは今回はこれで以上となります。興味のある方は早速試してみるといいと思います。これらの対策を積み重ねていくと音はまだまだ変わります。それではいい音を聞いて楽しんでください。最後までご視聴いただきありがとうございました。